ベジャス・アルテス宮殿。ベジャス・アルテス宮殿は、メキシコの首都メキシコシティに位置するオペラハウス。メキシコ国立芸術院などとも表記される。宮殿は1901年に、イタリアの建築家、アダモ・ボアリによってデザインされたものだが、壮観なアールデコ様式の内観と、壮麗なアール・ヌーボー様式の外観は、1934年になるまで建設が終了することはなかった。 春工以来、その建物全体の重量により、年々数センチメートルずつ地面へ沈下している。ベジャス・アルテス宮殿とその周辺当時メキシコシティの金融街であったダウンタウンに位置し、上品な公園の遊歩道に近く、1920年代初頭から1930年代今つに、立ち並んでいた高層の建築物と相対するなどの理由から、 当時のメキシコ大統領であるポルフィリオ・ディアスにより、宮殿の建築用地が選ばれた。建物は、イタリア直輸入の白大理石を使用した、絢爛豪華なアール・ヌーボー様式の外観と、ディエゴ・リベラ、ルフィーノ・タマヨ、ダビット・アルファロ・シケイロス、ホセ・クレメンテオ・ロスコといった、壁画運動で知られたメキシコ芸術界の巨匠の、手による、内部壁画の、両方で有名である。リベラの壁画、 十字路の人物は、もともとアメリカ合衆国ニューヨーク市にあるロックフェラーセンターへ寄贈するため描かれたものだったが、絵が求心的であるとして、ジョン・ロックフェラー二世に破壊を命ぜられた。その後1934年にリベラが宮殿内部の壁面に書き直したのである。宮殿内部の劇場は、クラシック音楽、オペラ、ダンスなど多目的で使用され、 中でもメキシコ国立民族舞踊団の公演は著名である。ソプラノ歌手、マリア・カラスはデビューして間もない頃に宮殿で行われたいくつかの劇中で歌唱を行っており、現在でも彼女が歌った演劇の記録が宮殿に残されている。また宮殿にはベジャス・アルテス宮殿博物館と建築博物館が併設されているほか、 メキシコシティ地下鉄のベジャス・アルテス駅が隣接している。ベジャス・アルテス宮殿、手前にボアリ作のペガサス像が見える。ベジャス・アルテス宮殿の市ポルフィリオ・ディアスが30年間に渡ってメキシコを統治していた19世紀末から20世紀初頭、一帯はヨーロッパの芸術や様式、習慣など真似る際だった傾向があった。 この傾向に続いて、新しい国立劇場の建設案が取り決められ、1904年10月1日に、この新しい建造物の建設が開始された。設計は、イタリアの建築家、アダモ・ボアリーが担当し、当時ヨーロッパの劇場では、ありふれていた、最新技術が使用された。建設は、当初1908年までに終了すると、予定されていた。しかし、 メキシコシティの柔らかい土壌が問題となり、建設は遅れ、特にそのぬかるんだ性質は、建物の段階的な沈下を招くこととなった。1910年のメキシコ革命の兆候で、事態はさらに複雑化した。その後、ボアリは1916年にメキシコを離れ、建設は事実上中断されていたが、メキシコの建築家、 フェデリコ・マリスカルの式により再開され1934年に完成した。その後ボアリ自身により依存されたペガサスの彫刻や庭園をあしらえた広場は1994年に完成した。宮殿前広場のパノラマ写真、ありがとうございます。